というわけでね、今日はお集まりいただき誠にありがとう。いや、なんとね、このライブ 2D 塾が1周年を迎えますと、まあちょっとここらでね、この1年を振り返ろうじゃないかという企画、塾講座の歩き方っていうのをちょっとライブ形式の講座という感じでやってみようと思う。まずは全講座を軽く紹介していきます。まずは一番最初の講座、ライブ 2D の基礎をマスターしよう。見どころとしては、まず基本がしっかり学べる内容になっています。本当に1からね、素材分けのパートから、まあ、最後の書き出しをするところというか、最終的な段階まで全部見せていくような講座になっているんだけど、その素材分けのパートとかはちょっと早送りにね、しなきゃいけないところなんだけど、塾面のコメントでここも見たいですと声があったので、歩行動画という感じで素材分けのパートも等速にしているような動画を別で用意しているので、そこも気になる人は見れるような感じです。まあ後でちょっとね説明するんだけど、ユナと学ぶシリーズっていう生配信もあって、そこでここにいるねユナッチと一緒にこの講座を学んでいくっていうのも初心者にはいいだろう。そうですね、今ちょうど私もこの動画を見ながらやっております。そうで、この講座に関しては基礎っていう風になっているから、なんか概要を学べる系の講座なのかなって思う人もいるかもしれないんだけど、どっちかというと本当にがっつりこってり学んでいく講座になっていて、この講座を本当何度も繰り返し見ていますっていう人がねとても多い、かなりボリューミーな講座になっています。で、次に公開した講座が、VTuber 用モデルの作り方。これはもうタイトルまんまではあるんだけど、見どころとしては VTuber 映えするモデル作りがわかるっていう内容になっている。ライブ 2D を学ぶ理由として VTuber 用モデルが作れるようになりたいっていう人もねすごく多いので、基礎編の次にこの講座が上がったという感じですね。そうですね。この講座で使うのが基礎をマスター仕様の方で登場していたモデルをベースにしている講座になっていて、そこから可動域を広げるとか、2段階の揺れとか物理演算をまあさらに良くする、体とか腕の動きももっと VTuber 向けにカスタマイズするっていうような内容になっている。なので初心者の人に関しては、まずは、ライブ 2D の基礎をマスターしようを履修後に学ぶのがおすすめ。 VTuber 用モデル作りたい方はこちらの講座がおすすめですね。うん。次の講座が、ライブ 2D メイキングイラストバイ森近っていう講座ですね。この講座を見ると動くイラストの作り方っていうのが分かるようになっている。で、ここで見どころになってくるのがアートファスとかフォームアニメーションっていう動画向けの機能だね。組み込み用データではちょっと動かないんだけど、動画向けで活躍するような機能の活用法を紹介しているのと、背景とか小物の動かし方だったりとか、素材感を意識した動きの付け方なんていうのもここで紹介している。イラストをさらに魅力的にする表現っていうのがここで紹介されている。この一枚絵のイラストがあそこまで動くんだというふうに感じますよね。うんうん。あとはこの調整レイヤー、イラストの上に調整レイヤーを最終的にたくさん重ねるっていうことが結構多いと思うんだけど、その調整レイヤーを、素材分けした各パーツに反映していくっていうPhotoshopのスクリプトを実際に配布しちゃうというね。プロが使用しているスクリプトを使えると、うん、そういうことです。いや、嬉しいですね。うん。そして次が、超時短ライブ 2D モデリングという講座。これはまあ初心者、超初心者っていうよりは中級者以上向け小技集っていう感じの講座になっています。見どころとしては本当にね、こう技がとにかくねぎっしり詰まっているんだけど、その動画の時間的には30分程度に収まってて、コンパクトに技を習得できるっていう動画になっている。まあ、エディターに搭載されているいろんな便利機能があるんだけど、正直ね最初のうち使いこなせない人は多いのかなって思うんですよね。そうですね。そうで、そういう便利機能をどうやって活用できるのかっていう活用例をね実際に紹介していて、クリエイティブスタジオ内の第一線で活躍しているスタッフの実際の作業が見れちゃうっていうね、そういう講座になっています。で、あとはワープデフォーマの特性であったり変形ツールの使いどころみたいな、そういうところも紹介しているので、さらに理解を深めたい人はこれをね見るといいと思います。そうですね、こちらは結構だいぶ 2D に慣れてきたっていう方もこちらを見ると結構新たな発見があるっていう感想も結構いただけていましたね。これで見るだけですごく成長できると思います。うん、うん、
次が衣装替えモデルの作り方。まあ見どころとしてはまず衣装替えの基本がしっかりわかるっていうね内容になっています。で衣装替えって結構いろいろやり方はあるんだけども、はい、クリエイティブスタジオのスタッフがもう実際にやっているテクニックっていうところが学べるような内容になっています。まあ合わせてというかその衣装が量産しやすい運用しやすいモデルのその制作手順についても解説していて少しでも楽に作っていきたいみたいに思っている人もかなりね役立つ知識があるんじゃないかなという内容になっています。であとはそういう衣装替えをする上でこういう時ミス起きるよねっていうのを紹介したりとかあと衣装替えならではのね困るポイントとかもあるんだけどそういうところも紹介していてミスを減らせるようなそういうところもケアしているっていう動画になっている。 VTuber の方とかは結構衣装替えとかすることも多いかなと思いますのでそういう方にも役に立ちそうですね、うん、もう最初からこの子は衣装替えをさせるんだっていう風に思ってキャラクターを作っている場合は見た上でモデルを作っていくといいと思います。次がイケメンモデルを作ろうっていう講座ですね。はい、これはまあ見どころとしてはもうイケメンあるあるに絞ったノウハウが学べるっていうところが大きいと思います。やっぱり可愛い女の子とイケメンだとだいぶキャラクターっぽく動かす上で気にするところがねだいぶ違うと思うんですよね。で今までは女の子の講座だったけどもここでイケメンを作ろうじゃないかというそういう講座になっています。顔の角度のこうぐるぐる動かす XY の動きこれってやっぱりすごく沼に入る人が多い。ここの実際に調整している過程まあなんというかちょっとだけこの状態だと残念なイケメンだなっていう状態のモデルをさらにかっこよくするために調整していくその調整過程をそのまま紹介している、うん、あとはモーションに関してもこうイケメンによくありそうなモーションっていうのを作る手順というかどういうところ気にするとイケメンっぽくなるかっていうのを、学べる。で、CV がねなんと狩野さんっていうところでね素晴らしいです。そう豪華な音声データも配布しちゃうというねなかなかこれだけでテンション上がるっていう。そうなんですよね。もうナレーションがもうずっと狩野さんの素敵な声でありながらありつつセリフのデータも配布しているというテンション上がっちゃいますねこの動画に関しては続きまして表情制作のコツまとめ。この講座に関してはまず豊かな表情の作り方がわかる。今までねやってきた動画でも表情の作り方とかは紹介してたんだけどさらにもっと豊かにしたいっていう時にこの講座を見てもらうといいと思います。見どころとして他にねこう男女モデルが選んで、学ぶことができるっていうのも今までにない見どころかなと思います。女の子の豊かな表情が作りたい人でも男の子の豊かな表情を作りたい人でも選んで学ぶことができる。で動画の構成としては目眉口表情エフェクトモーションみたいな感じで動画がそれぞれ分かれているのでちょっと眉の作り方だけ学びたいなっていう人は眉だけ見るとかいう風に動画単位で選んで学ぶっていうのもできる。であとは今までの講座では紹介しきれてなかった表情に特化しているテクニック、その表情を作る上でこういう、技をね使うといいよとかこういう機能が、活躍するよっていうのを紹介しているので VTuber モデルでもやっぱり最近瞳の表現にこだわっていたりとかそういうのを作りたいっていう人はこれを見てもらえると参考になると思います。で次ですね、次が長尺モーションの制作方法という講座。これが見どころとしてはですね、まずモーションの賢い作り方っていうのがわかる、そんな内容になっています。こちらの講座に関してはこの1個前の表情制作のコツまとめで登場したこの稲穂ちゃんを使っていくのでそれを履修した後に学ぶとさらにスムーズかなっていうのがありますね。そしてこの講座では音声に合わせたモーションの作り方っていうのをまず紹介しているのとあとアニメーションテンプレートっていう機能とかリップシンク機能っていう機能そういう機能の活用方法を紹介している。アニメーションテンプレートしっかり動画を作る人じゃないとなかなか使わないかもしれないんですけどこう長尺モーションを作る上ではもうめちゃめちゃね役立つ機能なのでそれをうまく駆使して作るやり方っていうのを紹介しているのとリップシンク機能もねすごくいいんですよ。音声から自動で口パクをしてくれる機能があるのでそれを活用した
モーション制作方法っていうのを紹介しています。モーション付けで何かこうぎこちないなと思ってたりとか、ロボットっぽくなっちゃうなっていう風に感じている人は、この講座を見るとだいぶ自然なモーションっていうのに近づくと思います。はい、次が、揺れ物理演算をマスターしよう。大変要望が多かったです。多かったですね。多かったです。まあ今までの講座でも物理演算に触れてはいるんですが、ここで一気に深掘りをしようという、そういう講座になっています。で、見どころとして VTuber モデルをはじめとして、まあ、他にもいろんなシーンで使える物理演算の応用であったりとか、揺れ物に関しても小物の揺れとかね、そういういろんな揺れ物の動きのつけ方っていうのを紹介している。まあ物理演算ってね、こう面白い、ずっと触ってられるっていう声もある一方で、ちょっとねややこしいかなっていう設定がいろいろあるんですよね。そう、なんとなくね動いてるからいいかなというか、まあなんかわからんけどこれ入れたらうまくいったっていう風に、している人も結構多いと思うんですけど、そこのまあ理解度っていうのがこれを見ると上がると思います。で、合わせてまあいまいちちょっとね普段使いどころわかんないかなっていう機能の活用方法も、まあ揺れ物をね動きを作る上でそれを活用している様をこう実演しながら解説しているっていうような内容ですね。そうですね、まあ物理演算やっぱお悩みの方多いと思いますのでね、ぜひ見ていただきたいですね。はい、次が学んで使おう組み込み用ファイルという講座、この講座はですね、まあ、組み込みデータ、それの仕組みを学ぶような講座になっています。で、見どころとしては、まあ、まずね、Web2D の公式サイトに行くと、エディターと SDK みたいな風に書いてあったりね、すると思うし、マニュアルとかを見てても、SDK っていう単語はね、結構書いてあると思うんですが、そもそも SDK ってなんだろうなっていうところであったりとか、モデルデータを VTuber 用途にね、使う時とかも、エディターから書き出すと思うんですよね。その時の書き出しの設定とか、何が正解なんだろうみたいなところ、まあ、紹介している動画になっています。データをねこう軽くしたりとか、あの実際の負荷を軽減するみたいなところ、アプリとかゲーム制作をする上では、例えばスマホで動くであったりとか、そういう媒体がね結構変わってくると思うので、そういう時はデータを軽くするであったりとか、負荷を軽減させるっていうのを意識しておいた方がねいいってことになるんです。なので、まあいわゆる綺麗なデータみたいにね、そういうデータの作り方を学ぶことができる講座になってます。まあちょっと前半は結構座学というか、こういう計算が走ってるからこうですよっていうのであったりとか、そういうのを学ぶような内容になってるんだけど、最後にこう実際に組み込んでみて遊ぶ方法、まあ例えばツイッターになんか埋め込んだりとかね、 AR で遊ぶみたいなね、そういうのとかも紹介しているので、作ったデータで遊びたいなっていう人もね見ると楽しいと思います。そう、でも本当ここが理解できてると、だいぶ Live2D のこと分かってるな、上級者だなっていう感じに、SDK って K とかすごい理解してるとおーってなります、かっこいい、かっこいいですよね。モテる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 ための講座でしたかお仕事でライブ 2D やりたい人とかはね、こういうの見とくといいと思います。次が Unity でライブ 2D を動かしてみようという講座、この講座はこの1個前の学んで使おう組み込み用ファイルの続きみたいなね感じにはなるかも。Unity と Live2D を合わせた活用方法っていうのを紹介している講座だね。まあなんていうか、ゲームとかアプリでよく見るような、まあ、Live2D が動いて喋って、でウィンドウでこうセリフがポポポポって表示される、そういうのってね皆さん一度は見たことあるんじゃないでしょうか。そういうものを、まあ、Unity 上のシーンでこう作成して、そのやり方を学んでいくっていうような内容になっています。まあちょっとね Unity なんでなかなかこう大丈夫かしらと思う人も多いかとは思うんですが、用語とか操作方法みたいなところからあのしっかり学べるので、 Unity をね初めて触るっていう人でも大丈夫です。あのやっぱ Live2D と Unity は両方使えるとかなりね強強デザイナーになれると思いますので、確かに、なのでここで一丁 Unity に少し慣れてみようじゃないかっていうね人はぜひこれ見てもらうといいと思います。プログラミングとかもねちょっとやんないとかって思う人もいるかもしれないんですが、その Unity のアセットをあのこちらで用意して配布しているので、プログラミングができなくても大丈夫です。大丈夫、そうそう、
いや、ユニティってね、やっぱりゲーム業界とかね、需要すごく高いんだけど、まず何したらいいのかってちょっとね、わからないと思うんですよ。けど、この講座を見ながら自分で作ったライブ 2D モデルで、こうユニティでこのシーンを作ってみたら、それがそのまま作品にもなるし、ユニティと仲良くなれる。なかなか嬉しい講座だと思います。うん。そして次の講座が、高稼働の腕を作ってみようという講座です。これもね、知りたいよっていう ね、声がとっても多かった、はい、腕周りのモデリングを徹底解説する講座です。腕を作るにあたってね、みんなこう悩んでいるのが、腕をこう、なんだろう、上に上げるときにただ回転するみたいな、不自然だなーっていう風にね、感じる動きになっちゃいがちなんですよね。で、その違和感の出やすいそういう腕の動きっていうのを、まあ、自然にするためにこういう技を使うといいよっていうのをまず紹介しています。で、さらにハンドトラッキングにも使えちゃうような手の回転ですね。腕だけじゃなくて、手をこう回転させる動きだったり、あと指をね、一本一本折り曲げる動きっていうのもね、しっかり解説してるんですよ。いやー、これはすごかったですね、本当に。いや、これはね、すごいですよ。なかなかその、今ハンドトラッキングやってみたいけど、こうなんとか自分でね、無理やりこねてなんとか動かしてるっていう人が結構多いと思うんですけど、この講座ではうちのクリエイティブスタジオの本当第一線で活躍してるね、先輩がもう今までのノウハウを全て駆使して、運用しやすいシンプルなパラメータ構造なんだけど、高稼働っていうところにこだわって、この講座のために作ってくださったんですよね。そうなので、自分で一から作るっていう時もすごくね、真似しやすい構造になっていますね。なので、まあ、腕をねしっかり動かしたい、ハンドトラッキングとかもやってみたいっていう人は、この講座を見るといいと思います。という感じで、今までの全講座を軽く紹介、以上でした。はい。